ベイクフィールド -241 丁目駅は、ニューヨーク七下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の北側ターミナル駅である。ブロンクス区、ベイクフィールドの東241丁目とホワイトプレーンズロードの交差点に位置し、2系統が終日停車する。なお、当駅はニューヨーク七下鉄内において最北端に位置している駅である。駅を、 北側から望む駅は1920年12月13日、IRT ホワイト、プレーンズロード線の最後の延伸区間として、開業、駅名は東241丁目駅であった。当駅東238丁目駅間の開業は239丁目車両基地への、連絡線と本線の合流地点の建設に手間取り、予定よりも遅れていた。 駅は2005年7月30日から2005年12月11日まで、他のホワイトプレーンズロード線の旧駅とともに、改装工事が行われた。1億6700万ドルをかけて行われたこの、改装では ADA に準拠した展示ブロックや階段、ホーム上の屋根の設置、老朽化した駅設備の更新、駅の切符売り場周辺の構造見直しなどが行われた。駅は、 相対式ホーム2面と島式ホーム1面、線路2線を有した3面2線の高架駅である。駅の北側で、線路は車止めにより終わっている。また、相対式ホーム2面は、現在使われていないが、以前は、相対式ホームを、降車客が、島式ホームを、乗車客が使用し乗客の分散を行っていた。ホーム中央には2番線と3番線と書かれたラベルの、ついた。 発車票がありどちらのホームの列車が先発するかの案内をしている。ただし、先発後発の案内のみで、行き先や系統の案内はなされていない。また、ホーム上には乗務員詰め所もある。駅の南側では線路が3線に分岐し、さらに南側で239丁目車両基地の連絡線と合流する。 駅には2006年にアルフレッドセイバルにより制作されたアートワーク、パーマネント・レザデンツ・ビジターズが設置されている。これはホームの窓ガラスに設置されたファセットガラスにより構成されており、ニューヨーク市に住む鳥を中心に描かれている。改札口は駅の北端にある。地上絵は3つの階段がある東241丁目の ホワイトプレーンズロードの交差点南東に二つ、同交差点南西に一つ接続している。この駅は何度か解消を行っている。駅建設時の仮称は、ベッカーアベニュー駅であったが1920年12月13日に東241丁目駅として正式に開業した。1984年には、出入口の看板と駅名標の表記が241丁目駅に、 変更された。なお駅は当初路線図には241丁目、ウェイクフィールド駅と表記されていたが1998年より、現在の駅名であるウェイクフィールド -241 丁目駅と表記されるようになった。ありがとうございます。